ではこの施設の紹介ビデオをご覧ください。この施設は青くてふわふわのある生命体をモニターしています。名前はスティッチ。スティッチはジャンバジュキーバ博士によって生み出されました。しかし銀河連邦の法律に違反する遺伝子実験によって作られたため、遠く離れた小惑星に追放されることになりました。ところがスティッチは銀河連邦から逃げ出し、地球にたどり着いたのです。そしてリロという女の子に引き取られていきました。リロはお姉さんとハワイで暮らしています。最初の頃スティッチは悪いことばかりしていました。なぜならスティッチは触ったもの全てを破壊するために作られていたからです。しかし不思議なことに、スティッチはリロの家族の一員になってからいい子へと変わっていきました。まだ変わりかけかも。ところが邪悪なガントゥーたちはスティッチがいい子になるはずはないと考え、スティッチを消滅させようとしているのです。ここスティッチモニターステーションでは、スティッチがいつもいい子でいるように、そして問題に巻き込まれないように、スティッチの様子を定期的にモニターしています。ちょうどこれからスティッチのモニターが始まります。皆さんにもこの先のオブザベーションルームでその様子をご覧いただきます。もしかしたらスティッチとお話しできるかもしれませんよ。オブザベーションルームでは飲食および電話できません。携帯電話の使用、適当画面を使用しての撮影およびイラスト撮影もご利用ください。ご協力お願いします。オブザベーションルームに入りましたら、空席がないようお座りください。小さなお子様にはモニター画面近くにキッズベンチをご用意しています。なおモニター中は避難誘導灯が消えますが、非常の際には点灯します。さあスティッチとお話ができた時のために、スティッチがするハワイの言葉で元気に挨拶してみましょう。大きな声でアロハーって言ってくださいね。せーの、アロハー。あれ、もっと元気よく言ってみましょう。ではもう一度、せーの、アロハー。いいですね。それでは右側の扉が自動で手前に出します。こちらからご案内するまでそのままでお待ちください。皆さんこんばんは。先ほど紹介があったキッズベンチですが、今回は1列目から大人の方も一緒にご利用ができます。ですが周りに座っているお子様へのご配慮をお願いします。それではゆっくりとご利用お願いします。